やっぱり歯医者さ今はようやく歯周病がお口の中の歯周病歯が抜けてしまう病気と言いながら全身に病気が飛ぶので全身の病気になったところまで来たんですけど本日は日本学・工房学会の元理事長でいらっしゃいました川原秀夫先生と上浜明先生にお越しをいただきましてこの 噛み合わせといいますか、歯の健康というのが、いかに人間の健康にとって大事なのかというお話をいただこうと思っております。なかなかの一般の方からすると、歯の健康、お口の健康を保つと、他の病気などでこう改善していくというのは、なかなかこう、まだ情報的にピンとこないというところがあるんですけれども、あのこれからそのあたりを詳しくご発表いただくわけですが、これはどういうような、あのまず総論としてはお話になりますでしょうか。うん 私は、あの、初め福岡で開業してたんですね。そして60になったから、まあ、田舎で魚釣りでもしながら、のんびりということで、田舎に行ったんですで。田舎に行ってみると、田舎のお年寄りの入れ歯がね、あまりにも噛めないということと、からまあ、お医者さんから、あの、歯医者の入れ歯、なんでこんなに噛めるのかと。 いうような意見を聞いて、そこで、まあ、入れ歯というのはもう少し考えるといかんな、ということで、あの、たまたまね、うちのスタッフが子供の運動会、運動会にあの映像を撮っとったんです。そのビデオカメラを借りてきて、で、うちのスタッフが一番に撮ってきたんですうちのおじいちゃんが、こんなにあの、ものが噛めるようになりました。じゃこれは面白いな、ということで。 それからビデオをずっとやっていくうちにああいうふうな,なんか歩けない人が歩き出したりなんかするのそのことでずっとあれしてたらあとはあの上浜先生がねそれをいろいろ解説していただくようになって、はい最初だからその実践からこうら自分全くもう実践ですはい、はい、患者さんが噛めるようになったら何か変わってきとるとそれにピチッとこう理論付けていただいたのが上浜先生なんですよ 上浜先生これはどういうよういよなな仕組みなんですか私はちょっと変わった経緯の司会師でして、もともと薬学部出身で、日本を代表する製薬会社にいたんですね。で、あの、それでもたまたま勉強して、こういう噛み合わせのことに関する、まあ、日本の世界的な研究者である、小林義則教授という先生のもとでちょっとお仕事をさせていただいたり、論文を読ませていただいた。ただ、私学部に入っているときにも製薬会社にいましたから、論文を読んだり、 検索する能力はあったんですね。で、まあいろんなことをしながら。で、川原先生の症例に出会った時に、自分が持ってる知識が花開いたというか、やっぱり歯医者さんは虫歯で痛くていくところ、国民の皆さんもそう思ってます。今はようやく歯周病がお口の中の歯周病、歯が抜けてしまう病気。と言いながら全身に病気が飛ぶので、全身の病気になったところまで来たんですけど、実は歯科だけは再建ができるんですね。 癌で胃を取ったり、脳の神経をとっても再建はできないんですね。で、実は我々の障害というのは、一番最初に一番大きなの、ね、は、やっぱりその歯がなくなっている、形態的な障害。それをまあ入れ歯や、まあ、インプラントや、いろんなブリッジで治すわけですね。で、それは何をするかというと、噛んで食べるという口腔の機能を再建するんですね。で、そこで普通の方は終わるんですけど、川原先生のような症例のように、基礎疾患や社会的に非常に弱者になられると、さらに、 心理的な障害が加わるし、意欲がなくなる。まあ、いわゆる地方症のような状態に出てくるし、社会的障害といっても孤立してしまって、社会に出ない。これは非常に大きな問題なんですけど、それを見事に全てクリアされている。症例から、まあ、今までの研究を見ていく。あるいはこれからの研究のしかの 研究方向をこういう方向で調べたらもっと良くなるんじゃないかということを感じました。それは体、か噛んだら体が良くなるだけじゃなくて、実は脳が良くなる。最終的には心が豊かになるというところが、川原先生の症例の素晴らしさだったので、私がやってきたことが、たまたま勉強したことが、川原先生の症例を見させていただくと、それにまさしく解析できるということで、これは私にとっても非常にありがたいということでございます。今日はそういうお話でございます。ありがとうございますでまず原先生の 具体的な症例ですね、<ー>こちらをいろいろとお聞きした後で、えー、上浜先生にその理論的な話といいますか、なぜそうなるかというお話をいただければと思います。どどうもどういはもも